はい、おはようございます。釣り子 TV です。今月はですね、今勝の新作ルアー目白押しっていうことで、前から欲しかったモデルが続々とですね、釣り具屋さんに並んでるんで、いろいろ買ってきてみております。というわけで今日はですね、こちらベビーバスロイド 3D リアリズムということで、このですね、ブラックバス型多関節クランクベイトなのかな、これがですね、いよいよ釣り具屋さんに並んでいたので1個買ってきてみました。価格は3,300円で、色はですね、ウルトラノンキー、ノンキーパーのウルトラっていうことで、ベビーバスロイド買ってきてみましたよ。なかなかですね、そんなにこれ大きくないルアーなんですよ。このサイズのルアーに3300円っていうのは、なかなか清水の舞台から飛び降りるような感じですけども、まあ、ジョインテッドクロー新興品とかだったら買えちゃうんじゃないかなっていう、そんぐらい、結構高級なルアーですけども、どうでしょうか。ブログ等でですね、デカバスがまた釣れた、60アップが釣れたとか、こう魅力的な記事があんまりにも多くてですね、発売したらこれ1個買ってみようと思ってですね、待ち構えていたところに、6月の8日ですかね、いよいよ発売開始ということで1個買ってきてみました。早速開けていきたいと思います。どれどれ、よいしょ。ウルトラノンキー、すごいなんか綺麗な色でしたよ。開けていきますね。ほっ、はい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 。おー、この上が紐で固定されておりますね。で、あ、替えの尻尾が最初から1個付属品で付いてきておりますね。この尻尾が壊れちゃった時用に、で、これはいらないかな。ちょっと直近として、はい、出てきました。うわ、この色すごい綺麗じゃないですか。で、1,2,3,4、関節が3つ、1,2,3、関節が3つあって、4連結ボディで、さらにその後ろにこういうソフトなテールがついているっていうことで、かなり作るの面倒そうなんですね。これは大変だったんじゃないでしょうか。じゃあまず顔はこんな感じで、リップデカめですね。うん、結構丈夫そうで厚手なリップが、こう障害物とかプリンとか避けるのに良さそうですね。で、頭の部品があって、で、後ろに行くにつれてどんどんちっちゃくなっていくんですけども、で、ヒレはですね、結構薄い感じで、すごい柔らかいですね。で、フックは2個ついてます。この、まあ、一番最初のボディと2個目のボディですね。あんまりこれ後ろのところにつけちゃうと強度に問題あるかもしれないですからね。で、こうヒレはこんな感じになっていて、どうでしょうか、ここまで曲がりますね。逆側はこんな感じで、ここまで曲がる。うわー、これはちょっと泳ぎが非常に気になりますね。どんな感じかなというところで、はい、出てきました、ベビーバスロイドということですね。で、裏に説明がいろいろと書いてありますので、また読んでいきたいと思います。10センチの超小型バスを徹底イミテート、シャローのカバークランキングと小型のウェイクベイトの二刀流を実現。ベビーバスロイドはトリプルジョイント構造とダブルアイシステムを併用した画期的なジョイント型クランクベイトです。11センチという究極の食べ頃小バスサイズ、そして 3D リアリズムバスカラーに加え、この小ささで三関節設計を採用し、
アクションまでも本物のバスに肉薄しました。ダブルアイは可変アクションを可能とし、トップアイでは最大先行深度80センチのロールの少ない多関節クランクベイトとして、ダウンアイでは最大先行深度50センチの派手ロールウェイキングベイトへと変化します。ミディアムライトからミディアムクラスのロッドで十分に扱え、大型リップがフロントフックをガードするためスナックレス性能は抜群、トップアイの場合は立ちギア V などフィンスポットでトップウォーター的に誘う場合はウェイキングモードで、野池のシャロークラットやバンク沿いをテンポよくクランクベイトのように流したいときはトップアイのクランキングモードが最適です。大型リップにより一クラス上のパワーを出しながらも大型バスの主食の一つである超小型バスを徹底的に擬態、ボートフィッシングはもちろん野池のおかっぱりでも扱いやすいサイズセッティング、ベビーバスロイドは新しいバス型クランクベイトの世界を切り開きます、ということで、適合タックルが6フィートから 6.6 フィートのミディアムライトからミディアムアクションのベイトロッドで、適合ラインがですね8ポンドから12ポンドのフロロカーボンか8ポンドから12ポンドのナイロンラインということで、愛が2つついてるんですよね。あーでこれ、いやありがたいですね、この一番標準でついているスナップが、これ日本の部品屋さんのやつかな、カルティバのやつかな、なんか溶接のすごい高級な、結構これ買うと高いんですよ。いいスナップが標準装備でついております。で、この上のアイを使うとおよそ80センチまで潜る、普通にクランクベイトみたいに使いたいときはこっちの上の標準のスナップが最初ついてる方で、トップウォーターみたいにウェイキングベイト、まあビッグバドというか、まあまあ水面直下とか水面際でこうもぞもぞと誘いたいときはこの下側のダウンアイ、先行深度が50センチぐらいでコントロールできるっていうことですね。あーこれあの大きいサイズのやつがありますけども、なかなか関東では使わないかなと思って買ってないんですけどね、このおよそ11センチの一口サイズのこのボディサイズだったら自分でも釣れるんじゃないかなと思ってこれは1個買ってきました。で全部ほとんどバスをイミテートしたカラーが塗られてるんですけど、あと雷魚カラーみたいなのもあったかな、スモールマウスバスカラーみたいなのとか、あとは霞ヶ浦水系とかみたいなちょっと黄色がかった、バスのカラーとか、あとは野池で見るようなこうベイトフィッシュ追いかけ回してるようなちょっと青みがかったブラックバスのカラーとかで、このウルトラってのがこのちょっとホログラムみたいなのがあって非常に綺麗だったんで、ちょうど発売日に釣り具屋で見ることができたんで色も選べたんですよ。でこのカラーが一番かっちょいいなと思って買ってきてみたんですけどね。で重さの方も測っておきたいと思います。はい、じゃあベビーバスロイド、これは一体何グラムでしょうか。21.9グラム、およそ22グラムですね。非常にまあまあ投げやすい、最近大きなルアーとかいっぱい増えてますからね、前だったらちょっと大きめかなと重いかなと思ってたんですけど、これぐらいになるともう非常に小型なんじゃないかなって思いますよね。いやーこのルアー、まあとりあえずどうなんですかね、ブログとかで読んでるとフライを狙うのにすごいいいとかいろいろこう書いてありますけどね、もうフライが見えるシーズンも終わっちゃうんで、とりあえずビッグバドみたいな感覚でほんと気軽にチャンスがあったらいろんなところで投げ込んでみようかな。よく行く野池、ほんと自分結構この手のこのサイズのバスを狙うのも好きなんで、スーパーライトリグとかでですね、このサイズのバスを数釣りするのも結構大好きだったりするんで、その普段釣ってるような、サイズのやつを投げる感覚ですかね。ただまあこれぐらいのバス結構本当ギルと一緒に泳いでますよね。あいつらも食われるんですかね。まあ共食いはするなんていうの、よく最近雑誌の記事とかブログとかで読んでいて、デプスとかでもすごい
そのまんまバスみたいな巨大なビッグベイトとか作ってますよね。壊れちゃうんですかね。なんか小バス釣っててもその小バスに大型のバスが食いついたなんていう経験が今まであんまりないんで、にわかにはまだ実際釣ってみないとよくわからないですけども、でもこのリアルさだったら本当ブラックバスですよね。はい、というわけでですね、まあどこだろうか、まあどこでも投げれるとは思うんですけどね、まずはそうですね、横利根川の護岸際投げながら進んでいったりとか、あとはまあフローターですかね、フローターで結構この手のサイズのバスがいっぱい見えるような釣り場でこれ投げてたら親分サイズが食いついてくるのかなとかちょっと試してみたいですけどね。何にしてもですね、ちょっと、もう梅雨のシーズンに入ってバスも徐々にちょっと横の動きとか、高活性なものを追いかけるように体力回復してきてる時期ですからね、これからに非常に楽しみなルアーじゃないかななんていうふうに思っております。というわけで今日はですね、こちらの今活の新しいですねブラックバス型多関節クランクベイトということで、ベビーバスロイド、これを買ってきてみたよという、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。